和歌山県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は2。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。和歌山県南部の軍部などが中心の選挙区で、保守王国和歌山でも特に保守地盤を扱った選挙区である。 設立当初の定数は3。55年体制が固まって、以降は自由民主党が安定した得票を得て、早川隆や世耕光一、世耕正隆親子など、大臣経験者を数多く輩出してきた。一方で、革新陣営も和歌山に競争の重鎮である、辻原光一が八期の当選を重ねたが、辻原の引退後は、革新勢力は徐々に退潮し、 やがて定数3を自民党が独占するようになった。しかし、1993年の第40回衆議院議員総選挙では、定数が2に削減され、自民党を離党して、新政党に移った2階俊博と自民党の野田みのる、東力の議席の奪い合いが起き、2階と野田が議席を獲得して、東が落選した。この2階と野田、東の対立構図は、 小選挙区制施行後の和歌山県第三区に持ち込まれることとなる。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数33万3701人、投票率82.34%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数33万1130人。 投票率 86.、86.16%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、33万1109人。投票率 86.、86.18%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、30万7776人。投票率。 83.96%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数。30万5147人。投票率 78.。78.48%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数。30万4232人。 投票率74.75%第34回衆議院議員総選挙12月5日執行当日有権者数30万370人投票率75.20%第33回衆議院議員総選挙12月10日執行当日有権者数29万7564人投票率 70.47%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日。有権者数。29万5287人。投票率 78.。78.79%第31回衆議院議員。総選挙1月29日執行当日。有権者数。28万4968人。投票率。 81.66%第30回衆議院議員。総選挙11月21日執行当日。有権者数、28万4636人。投票率 80.、80.10%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、27万7586人。 投票率、79.98%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率、 第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。